おはようございます、今日は3月13日ですけども、だいぶ本当春になってますね。緑がね、青々としてきていいですね。で、ちょっと3月8日ぐらいにちょっと裏で作業しようと思ってリゾートに行ったらイベントが起きたので、ちょっとその時に動画急いでね撮り始めたので、まずはね3月8日の方から、ご覧ください。どうぞ。今日3月8日なんですけど、ちょっと裏で作業しようと思ってリゾートに来たらなんかイベントが起きたっぽいので、ちょっと動画を、撮ってます。でもじゃあ待ってたわ。あ、どうしたの、たぐみさん。うん、あー、なんだなんだ、ナッティさんからお願いだって。どうしたの。相変わらずいい声だな。レモンさん、DIY の材料余ってる。え、DIY の材料、うん、正直ね、余ってない。木材とかってさ、めっちゃ足りなくならない？こう、あるあるなのかな。硬いじゃない、柔らかい木材はいっぱいあるんだけど、木材とか硬い木材が全然ない。特に木材がないんだよな。余ったらニコくんの材料ボックスに。もう、あ、そうなんだ。あー、材料ボックスに何、その DIY の材料。うん、うん、DIY してるニコくん、すごく楽しそうだね。いつも楽しそうだね。材料あげたらもっと苦い。優しい。ナッティさん優しい。でもこの辺じゃ取れないからな、 DIY の材料はね。光ゴケとツルぐらいしか取れないみたいだからね。もしも余ってる材料があったらニコちゃんに分けてあげてくれる。まあしょうがない、これはもうちょっと一肌脱ぐしかねえな。頑張って集めるわ。じゃあ2階の先ほどの横にニコちゃんが使ってる材料ボックスがあるの。ふんふんふん、了解です。材料ボックスに何か入れればいいのか。よろしく。了解。ちょっと待ってね。じゃあちょっと2階行ってみましょうか。材料ボックスってあれか、なんかあったよね DIY。 あ、これ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 、なんかいろんなもんがんいっぱい入りそうな箱だみたいな言ってたやつ。あ、2個の材料ボックスだ。あれ、何やらメモが入ってるぞ。どれどれ。仕切りカウンターと柱にデザインの素材の違うものがあれば絶装作りに役に立つかもしれないな。2個は仕事熱心だね。まずは何でも合わせやすいシンプルなものを作ってみよう。用意するのは木材を少しと、あと木の枝をなるべく多めに、必要になりそうな数ね。メモにしてはなんかしっかり書きすぎじゃないか。木材何個、木の枝何個とかだろう。完全に俺に伝えようとしてるじゃねえか。木の枝をなるべく多めに、必要になりそうな数も書いておこう。ほうほうほう。木材ちょっとじゃあ頑張って集めるか。待って、必要な材料チェックかな。木の枝30、木材10。了解。木の枝はいっぱいあるわ。うん、これをじゃあここに入れたらいいわけだね。ちょっと2個のためだったらね、これはもう惜しげもなくあげるよ俺は。よいしょ、頑張って木材取ってきたぞ2個お前のために。顔面を蜂にボコボコにされながら。頑張って取ってきた。よし、材料を入れると、なんだっけ、木の枝が32、木材30か。恐ろしいことに木材一つもなかったからな。ゼロだったからな。頑張って頑張って、30、31個取れたのか。よいしょ、ほい、おー、できた。バカバッパッパッ。よし、2個が必要としてる材料を全部入れることができたぞ。やったー。これでなんか新しくまた作ってくれるのかな。その材料もう全部揃ってる。了解。よいしょ、ナッティさん入れたよー。ちょっと2個にも話してこようかな。そしたら報告しなきゃね。ナッティさん入れてきた。うん、レモンズ、いえ、とんでもないです。こちらこそ、いつも仕入れありがとうございます。ここで仕入れてる家具気になる。気になる、気になる、めっちゃ気になる。もし取り寄せたい家具があったら言ってね。だって何それ何それ、何それ、取り寄せ、取り寄せたい。ナッティさん、どの品もおすすめ。うん、すごいいっぱい喋ってくれるようになった。お取り寄せを、お仕事使ってる家具を購入して自宅で届けてもらうことができます。非売品を除きます。へえ、なに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 、これ
自宅に届けてもらう。これ普通にじゃあ買えるってことか。めちゃくちゃいいじゃん。え、これしかもポキで買えるの、もしかして。バリエーションもすげえめっちゃある。しかもえ、これ全部あんの。お仕事で使ってる家具っていうのは今まで使ったやつってことかな。めちゃくちゃいいじゃん。いやー、そうか、こういうのも17万1000ポキ、高っ。でもこういうのも取り寄せできるようになったんだ。これ最高にいいな。ありがたい。てかこれ実際に使ってるっていうか、使ってなくても良さそうな感じすんな。使ってないもんね。使ってないのもあるわ。こんなん使ってないもんな。つまり解放されたやつか。ハピパラで解放された家具を自分の家に買えるようになるってことか。自分の島でも使えるってことか。最強にいいわ。これめちゃくちゃありがてえわ。あ、ノベルティもある。あ、すごい、ポスターとかある、ティッシュケース。へえ、あ、ハンモックもあるんだ。タクミライフのやつもあるんだね。かわいい。しかもポキなんてさ、リフォーム詐欺でさいくらでも稼げるからな。へえ、めちゃくちゃいいね。無限に手に入るじゃん。あ、蓄音機俺欲しかったんよな。蓄音機ちょっと買ってみよう。よいしょ。あ、郵送で届けてくれるんだ。結構したな。5万ぐらいしたけど、ありがとう。またよろしく。うん、サンキュー。でまたなんかいろいろ売ってますね。でもさあ、ちょっと待てよ。これ何、こんなあったダストコーナー、すげえ。マックとかにあるやつか。ここで買うとハピパラ中に使えるじゃん。でこの辺はハピパラでそもそも持ってるから買わなくていいと。ねえ、あるもんだもんね。別に欲しくなったらね、ナッティさんに頼めばいいってことだもんな。だからハピパラで解放されてないやつだけとりあえず買えばいいか、うん、この辺は全部されてるはずだな。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。てか2個はどうなった。2個よいしょ。これいつも出てくときたくみさんが手振ってくれるの嬉しい。優しい。たくみさんは本当に優しくて最高の上司。2個入れといたよ。あれなんか DIY のやつ、あ、なんでも特にリアクションはないけど、でも事務所の2階に行ったらびっくりして喜んでくれるかな。じゃあちょっと俺は作業するけども、ハムジがいるじゃん。ハムジかわいいね。ハムジ、うん、ちょっと待ってちょっと待ってロッキーっていうか、おい、ヘルツ壊れるぞ。そんなとこいたらこっから喋れるんだ気持ちよさそうだね浮き輪で浮いて。ヘルツ、水使ったらお前それ壊れちゃうぞ。気をつけろ。浮き輪さえあれば海に沈まない。余裕だぞ。そうか、心配だな。大丈夫かな。ちゃんとあれなんだな、ロッキーはサングラスは変えてるけど外さないんだな。いいですね。よいしょ。あ、昼間に来るとこんなこともあんだね。アイストープさんもなんか浮き輪持ってる。かわいいね。こっちおうかな。よいしょ、うん、頑張ろう。うん、どうした。お、来た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 。そうだ、聞いた。仕切りカウンターと柱の新しい DIY レシピを発明したんだ。俺が材料入れといたから。今度はシンプルな仕切りカウンターとシンプルな柱。ああ、そうなん。なんかそんなこと書いてたね、メモにね。あ、了解、ありがとう。ちょっとまたこれ次の日に撮ってますけども、9日ですね、今日は。うん、了解。よいしょ。うん誰だろうな。うん、おいらにはバレバレ分かってるのかな。うん俺なんだよな。気づきたいんだよな。そうやってかけながらさかわいい。うん、後お礼しなきゃいけないし、何するか俺なんだよな。いつか気づくかな、俺だって。まあでもナッティさんが最初に言い出したからな。まあ俺はちょっとお手伝いだけでもしよう。あれ、何やらメモが入ってる。うん、新しい DIY レシピ無事に完成。何回も失敗してしまったけど、いっぱい材料があったから、いっぱい入れたからな。次は石を使った DIY にチャレンジしてみようだって。ほうほうほう。石だということは必要な材料は石15、粘土10、柔らかい木材。あ、これは楽勝。柔らかい木材はいっぱいあるし、石も粘土もめちゃくちゃある。材料入れる。
これ多分持ってると思うな。石と粘土と柔らかい木材。オッケー。おい。よっしゃー。これでまた次回できるかな。よし、2個が必要としてる材料を全部入れることができたと。よし、オッケー。今回は、なんだっけ。シンプルなカウンターができたのかなと、柱か。あ、これか。あ、いいっすね、いいっすね。仕切りカウンター。うんうんうん。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。なで、これ回せるんだな。俺回せるの今知ったわ。これぐるぐる回せるんだ。今知ったわ。じゃあ、こうやって一日一個ずつ解放されていく感じっぽいので、まあ、次は、あれだな。ちゃんと時間取って部屋作れる時で。ちょっと今日は確定申告とかしなくちゃいけなくて、動画撮れないので、まあ、また次回やるときに、まあ、一個ずつね、解放していく感じでやろうかなと。よし。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。よいしょ、到着。久しぶりに来たな。またてっちゃん来てんじゃん。うん、どうした、説教かな。あ、できてる DIY レシピ。この間石とかだったっけ、なんか入れといたもんね。サンキュー。あれ、これで 3個目かな。バッチリ、ありがとう。なんかさ、前なんかあれよな、ナッティさんが入れてくれたと勘違いしてたの確かね。コンクリートの仕切りカウンターと柱ができた。あ、そうなんだ。すごいじゃない。やるな、ニコ。うん、あ、ほんと？ちょっとまた今日も入れとくわ。次もいいもの作るからね、頑張って。もう勘違いしたままなのかな。てっちゃん来てるじゃない。おー、なんか狼の子も来てますね。あ、ビンタじゃないのこの子。これ超人気キャラじゃない。ビンタねえ、かわいい。ダノラって言うんだ、かわいいね。これ文次郎だっけ、この子は。文次郎、文ちゃんとか言われてる子だ。いいですね、心の選択ができる。だぜよ。なんだっけこの子、この子も知ってる俺。なんだっけ、ロッタだっけ。ロッタ、あ、そうだよね、ロッタだよね。ねえ、浜辺で遊んで食事してお土産買って、それから、あー、時間が足りない。なのさ、いいですね。そしてなんか虎の子も来てますね。チョモラン、今日の怖い系が多いな。だがで、またてっちゃんが来てる。あら、なんだかお嬢様っぽい感じのカサンドラ。名前がいい。実はこういうところでゆったりと過ごすのがいいわね。結構いいですね。今日もなかなかいいメンバーが集まったな。さあさあ、とりあえずまずね、たくみさんたちに挨拶して、あと材料ボックスの中身も入れてあげないとね。よいしょ、おはようございます。久しぶりの出勤です。今日も一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。今日もなんかいろいろ売ってますけど、ナッティさんもお久しぶりです。お疲れ様です。よ、あ、お取り寄せ等ができるようになったんだよね。ちょっと一回材料ボックスの中身入れてくるか。なんだろう、コンクリートがあって、次はなんだろうかな。その前なんだっけ、シンプルなみたいなやつだったかな。あ、メモ入ってる。うん、石で DIY するのって大変だ。数に余裕がなかったらレシピを作るのにもっと時間がかかったと思う。だけどコツはつかめてきたし、次もこの調子でやってみよう。もうメモっつうか日記だろこれ。今度は粘土を多めに使ってみたい。粘土だって、必要な材料チェック。じゃん、石10、粘土10、余裕じゃないっすか。こんなんすぐですよ。石といっぱいある。石も粘土もいっぱいあるよ。ほい。これでまた新しいの何か作るみたいですね。よし、2個が必要としてる材料を全部入れることができたぞ。やったー。まあ毎回やるごとに1個ずつ増えていけばいいかな。カウンターっつうか、まだ使ったことないんだよな。使ってみたいっすね。あ、てかあれな、今日レストラン作ろっかな。レストラン、今カウンターでハッとしたけど、まだ作ってなかったもんね。レストラン、施設のこと、うん、施設のお仕事するのにどの施設かしら。あれ、やっぱあるレストランを作る。これちょっとそろそろ行きますかねえ。ちょっとレストラン作ります。はい、今だったら柱とカウンターもあるし、いいのできるんじゃないですかね。よいしょ、お任せください。いいレストランにしよう。どんなレストランにしよっかな。誰を働かせるかでちょっとインスピレーションを沸かしたい。レストラン予定地に着いた。ん、通り沿いで立地条件は抜群。いいですね。これ後ろが、裏が海のところだな。じゃあ今回も最初の外観決めましょう。はい、了解です。隣の家まだできてねえよな。
どうしようどうしようどうしよう、壁壁と、ドアとサンシェード、ここも変えられるのね。あ、なんか中華料理屋みたいな、こんなもできるね。ちょっとなんかおしゃれな感じじゃなくてさ、なんか庶民的な感じのとこにしたいんだけど、シェードがなんかいい感じのねえな。これでいいかな。ちょっとラーメン屋、ラーメン屋みたいになったけど、ちょっと一旦これにするわ。よいしょ。はい、オッケーです。これいつでも変えられるしな。あ、とりあえず中を見たい。どんな家具が置けるのか、それ次第で変わるからな。壁紙とかね。ちょっと今イメージが、あ、一つだけのなんか椅子とテーブルと、これはこれでなんかおしゃれに見えてくるな。レストランに必要なのは飲食スペースと調理場ね。あ、2部屋作るんだ、調理場。へえ、初めてだねこのパターン。今回どんな仕上がりになるんでしょう。うん、じゃあ終わったら声かけてちょうだい。ちょっと待ってね、レストランは作ろう。じゃあまずオーダー家具を見て、レジ、テーブル、椅子ね。はい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 、いろんな種類がありますよ。ああはい、まあ座布団とかこういうのもあるし、1枚のテーブル、テレビトレイだって。あ、中華テーブルあんじゃん、中華テーブル、すげえ、満館全席、いいねこれ。これと、あ、ほんとにもうがっつり中華料理は作れる感じだな。ダイナーもあるんで、まあバーもできますよと。あ、この辺調理場に置くって感じなのかな。で、ちょっと待てよ。あ、もうでも小物に入ってるな、炊飯器とかね。あ、この辺ね、ライヤーとかあって、まあ食べ物はいっぱいあるでしょうね。で壁か、思ったよりでもそんなに種類はない気もするね。やっぱ中華料理屋のやつが結構目立ちますね。あ、でもこういうの、あーいいね。あー、なんか大衆居酒屋みたいなね、こういうのもできそうだね。大量器とかさ、この色紙とか使ってね、孤独のグルメとかに出てきそうな感じ作れそうじゃないですか。で、この辺はどうですか。モールド壁、コンクリートは何、レトロなレストラン。どういうこと、まずシャッター、玉のれん、コンクロタイル、花びら、ダイナーね。あ、チャイナ、あ、これももろ中華料理屋、これもいい感じですね。ふすまで、和室で和食屋さんね。キノコの森あー、ちょっとメルヘンな感じでも作れるか。車窓の壁だって。飛行機さまざまなレストランがあるな。まあこれおしゃれなレストランもあれだよね。なるほどなるほど。いや俺ちょっとね、なんか定食屋みたいな、食堂みたいな、大衆食堂みたいな作りたいなって思ったんだけど、そんな感じじゃない。でもあれか、あのカウンターがあれば別にできるか。仕切りカウンター、ライト、ナチュラル、ダークがあって、まあなんか出して、ちょっと待って、今日もらった、今日じゃね、これは前回のやつか、シンプル。あー、これは色変えられるんだ、なるほどなるほど。これがあれば、これがあればできなくはないんじゃないか。これ部屋の広さは、あ、なんかでも限りがある。なぜか奥行き8までしかできないんだ。待って、これをさ、これ向けしまっちゃって、でここにドーンってドアがあるんだよね。だから、こういう感じでさ、ちょいかな、こうしてこんな感じでね、区切ってあげれば、こしたら通れなくなっちゃうから、ここら辺開けといて、こういう感じで区切って、ここカウンターみたいな感じでね。でこの奥で、でもあれかな、まあ一応厨房の方にいろいろ置くんだと思うけど、別にこっちに置いたっていいよな。厨房、コンロ、調理台、食洗機、食洗機とかはさすがにこっちじゃないだろうな。
こういう感じでね、あ、こうじゃない、こうだな、こういう感じでさ、これはでも柱を使った方がいいのか。あーすげえ、なんかもうもうすでにぽいぞ。これ柱ここだな、ここに置いて、よいしょ。ちょっとなんかなんか微妙に、もっと出しちゃいいのか、こうか。あ、すごい、ギリギリのとこまで入るんだね。あ、めっちゃぽいすごいぽいぞ。これもね、こっち置きたいっすね。ほいほいと。お、す、一気にめっちゃぽくなったじゃん。横長のれん、縦長のれん、これめっちゃいいね。これいいじゃない。柄変えられるの。あー、いいねこれこれ。これがまさに欲しかった。いいじゃない。いろんな柄がある。じゃ、とりあえずこれにして。ほい。ここにかけてもいい感じなのかな。ここだから、よいしょ。ここは、スタッフ専用みたいな感じで、ちょっと隠してみたいなね。感じだよなぁ。いいっすね、いいっすね。これもあとテーブル並べたら結構完成に近いけどな。いや、待って。でもちょっと座敷席欲しくない？なあ、こうなってくると座敷の席欲しいよね。こういう時にやっぱ畳でしょう。畳が役に立つでしょう。こっちか座敷かな。ここら辺座敷じゃない？こういう感じで。次行けるか？どうしちゃった？よいしょ。あ、ちょうどだね。こうなって、ここなんかでもちょっとこう、何ちょっとさ、段差になってるじゃん。それは表現できないか。なんかないのか。なんかこういうの、こういうので、うまいこといかないかな。こういう感じで。こういう感じ。こういう感じになってるよな。あ、でもなんか割と、ぽいのか？ぽいのか、これは。どうなんだ。あー、でもこことくっつくのおかしいな。絶対おかしいよな。よし、これなら通れるね。ちゃんと通れるし、でキッチンへの道はこのお客さんは行けない場所にあってと。こことかいいね。ここちょっと壁で仕切ったんですけど、ここのなんか隅っこの感じとかね、ちょっと落ち着くよな、この和室のさ、こういうね、なんか地元のさあるよな、こういう食堂みたいなところ、いいんじゃないですか。で、あとはまあテーブルなんですけど、まあでもこれかな、これが一番雰囲気は合っている気がするね。これとかいいんじゃないですか。よし、じゃあとりあえずテーブルと椅子置いてみましたけど、あとレジだね。レジもやっぱ入り口のところにあってさ、ごすわーっつったらさはーいっつって、なんかもうかみさんがこうだからタッタッタッって走ってくるみたいなイメージないっすか。なんでちょっとこの配置で、でまあちょっとね、この辺あのキッチンの方でね料理はするので、こっちはまあ冷蔵庫からなんかお酒出すとかね、ビール出すとかね、そういうことしかしないかなと思って、あとご飯盛るぐらい、おかわり、ご飯のおかわり盛るぐらいするかなと思って、ちょっと炊飯器置いたりね、調味料置いたりしてますけど、まあちょっとこの型で、あとはいろいろ装飾して味付けしていくっていう感じになるかな。たくみさんかわいい座布団3枚獲得してる、たくみさんかわいい。
しできたー、できましたー。いやめちゃめちゃ大変だったわすげえ苦戦した。いやなんかなんていうの、料亭とか割烹みたいな感じじゃないし、でかといって大衆居酒屋みたいな感じでもないし、でなんかこうなんていうの、こう食堂みたいな感じでやりすぎると今度昭和レトロみたいな感じになっちゃってこれなんか違うよ。俺のイメージはなんか自分が子供の頃に行ってたなんかほんと田舎のね、なんかそこら辺にある普通の定食屋みたいなとかラーメン屋とかね、ああいうなんか普通の感じにしたくて、そんななんかね微妙なコンセプトの家具なんてないので自分で表現しなきゃなんだからすげえ大変だったんだけど、まあでも結構まあこんな感じかな、イメージ的にはまあいい感じになったんじゃないかなと思ってるんですけど、でまあテーブルのかの椅子の位置は特には変わってないから、ちょっとカウンターが短くなったぐらいですかね。で一応上にねこうラーメンとか、和食この定食とかね、いろいろ置いて、カウンターにはちょっとお寿司とかね置いたりしてますけども、でまあテレビでね、まあテレビやっぱ定食屋のテレビっつったら大体このね角にね、角の上になんかねテレビ置く台みたいなのがあって、あそこにあると思うんですけど、まあちょっとそういう家具もないので、まあなるべくどの席からも見やすいかなっていうことをここに置きました。ちょっとねこの座敷の奥だけ見えないですけど、であと電話かな、まあこんな電話今の時ないと思うんですけど、まあ俺が子供の頃はギリギリまで公衆電話とかあったんで、まあちょっとそういうイメージもあって、置きました。でこの座敷の方がだいぶね変わりまして、でまず、まあ、本棚、これも漫画だね、もう大量にこういうところに大量に漫画があって、もう子供の頃多分ドラゴンボールとかもこういうところで読んだんじゃないかなと思うんだよな。なんかやたら劣化の炎を読んだ誰も共感しておらないと思うけど、やたらラーメン屋で劣化の炎を読んでた謎の思い出が俺の中には残っているけど、みんなドラゴンボールとかね、読んでたような気がしますね。で窓をねつけたくて、でも普通の窓だとどうしてもちっちゃいんで、もう思い切ってねドーンとこれまたあの豊作の家と同じようなこういう田舎のね風景の壁紙にして、で真ん中は壁で塞いじゃって、で両端柱とで下にカウンターですね、これ奥につけて、まあ、ちょっと大きい窓みたいな感じにしてみたんですけど、でちょっとあんまりねこう、まあ、でかいんで結構派手めになっちゃうんで、ちょっと上にのれんとかかけてちょっとね隠して、いい感じに、まあ、窓っぽくしてます。でそのね窓の下のカウンター部分とかにもなんかこうなんだろうね、その料亭みたいな感じだったらここにねなんか桜の盆栽とかさ結構綺麗なやつ置くといい感じになるんだけど、そういうイメージじゃないんで、もうここはティッシュここはティッシュとこのなんか調味料置きみたいな、まあ、こういう感じなんだよな、こういうなんかなんつうのかな、この田舎っぽいつかなんかほんと食堂みたいな感じの雰囲気ですね。で、置いてますね。こののれんもねめちゃめちゃ柄で迷って、多分もう早送りしててもずっと柄を入れ替えてる動画になっちゃうから、多分そこ切っちゃったと思うんですけど、マジでめちゃくちゃ悩んで、っていうのもいっぱいあんのよ、おしゃれな感じの柄がすごいね、なんか本当になんだろう、雰囲気めっちゃ出るのよ、このこれだけでめっちゃ変わんの。ほんとこれ全部どれでもいいもんな、もうこんなんでも全然いいし、でこれなんか白とかにしたらこれもこれでなんかさぽいじゃん、ちょっと割烹感出るでしょ。どの柄やっても大体おしゃれになるんだけど、おしゃれにしたくないわけこっちはだからすごい迷って、なるべくダサいやつにしたくて、ダサすぎてもおかしいから、イメージ的にはそのなんかお母さんがお母さんが選んだ布みたいな、そういう柄にしたかった。ちょっとねもう働く人も決めたんですよ。でちょっと設定があるんで、まあこれ完成したら後々話しますけど、まあ、それでどうしてもねそういう柄を選びたくて、かなりね、時間かけましたこれは。であと壁だな、壁にはまあこういうサインとかね、置いてますけども、でなんかこういうところって絶対まあ、今あるか分かんないけど、昔はビール持った水着の女性のポスターみたいなのが絶対あったのよ。でそういうのないかなと思って、で住民のねみんなのポスターでいい感じのないかなと思って、もしかしたらアイソトープさんとかいいんじゃないかなと思って見たら、こんなんだったのこれめちゃくちゃ良くない？
この海をバックにさ、だいたいあの海で、あの本当にこういう海をバックにビール持ってるんですよ。この左手のこの左手の覚悟にこれビール持ったらもう完璧だからな。まさに欲しかったポスターだったんで、これをちょっとね、貼ってます。で、もう一枚こっちの方に、これねサバンナちゃんのやつも貼ってるんですけど、これはなんかだいたいね、なんか火の元注意みたいな火事に注意とか交通安全みたいななんかスピード出しすぎ注意みたいなね、そういうポスターとかもさ結構貼ってあるの見るから、まあ、それはなんかこういうなんか割と清楚な感じのね、あの女性がやってるんで、ちょっとそのイメージでサバンナちゃんをね、載せてます。そんな感じかな。あと電気とかはまあぶっちゃけ本当はね蛍光灯でよかったんですけど、リアルにやると蛍光灯なんだけど、ちょっとねさすがに雰囲気があのあんまり出ないので、これはちょっと和室っぽい電気にしたりね、ちょっとキッチンのところだけ放浪にしてますけども、で、まあさっき言ったかな、キッチンの方は、ちょっと冷蔵庫とかね、あのここでは実際料理はしないと思うんで、冷蔵庫と炊飯器ぐらいにして、まああとは瓶とかね置いたりとか、まあ、ブレーカーに換気扇でちょっと雰囲気出したりとかね。この缶詰もなかなかいい雰囲気ですよね。こういうなんか和風な感じのパッケージのがあったんで、これにしたって感じかな。うん、本当はねそれこそなんか孤独のグルメとかに出てくるね定食屋みたいにこう壁一面にメニューをバーって貼ってみたいなやりたかったんですけど、ちょっとそういう家具がないので、まあ、ちょっとサインでごまかしてますけど、こんなにこんなにサインあったら超人気店だけどな。実際にはでも結構あんだよな、ど田舎なのにさ、なんか石ちゃんのサインとかさおいで2、3枚サインあんで、なんか野球選手とかのサインとかさ、なんかあったりするんだよね、意外と地元のそういう定食屋とかラーメン屋にね。こんなにいっぱいはないですけど、まあ、ちょっとこれでねごまかし気がして、あとこの辺に本当はねあのサンダルとかね、ちょっとトイレ行くときに履くみたいなサンダルとか置きたかったんですけど、ちょ置いちゃってここ通れなくなっちゃうんでね、ちょっとそれは今回はなしで、まあでもこれいいんじゃないかな。よし、じゃあ完成と行きたいところなんですが、今回は2部屋あるということでね、ちょっと奥の部屋にも行ってみましょうか。厨房、thank you.